それはある日突然の出来事だった。かな、少しは神としての威厳を出したらどうなの。と言ってもな、私パトが初デビューだったから威厳とかよくわかんない。威厳だけで言えばラル先輩に勝る人はいないわね。何、威厳出したいの。それなら舞台も同じだし言ってくれれば。いや、ラルね、舞台の時本当に怖いからいい。カナにはかなり優しくしてるんだけどな。この日は全体的に暇だったらしく、みんな各持ち場でゆっくりしてた。結果、パト、大変。どうしたの、結果お姉ちゃん。お母さんが倒れたの。わざわざごめんなさいね、かなり遠くから。もう、お母さんもあんまり無茶しないでよね。レイカさんが倒れたって聞いて仕事全部アリシアとことかちゃんに投げてきましたよ。もう、二人とも心配性なんだから。ただの風邪だと思うけど一応私が様子見るわね。この方はご主人の専属神の一人です。守護や医療に特化した世界トップの神です。そんな偉い神様まで呼ばなくても、パト様じきじきの命令ですから、ここはご好意に甘えてもらえると私もやりやすいわ。それじゃあお願いしようかな。逆に恐れを持って倒れそう。とりあえず今日の仕事は石化たちに任せてるから、治ってもゆっくり休んで。うん、ありがとうね。まさか俺がこの帽子をかぶる時が来るなんてな。主、とても似合ってるよ。そうか、陰陽師とかできるか。陰陽師できるよ。陰陽師とか結界師とかはいいから仕事するわよ。結界師って、何気にそれ系のアニメ知ってんじゃん。隠れてアニメばっかり見てるの知らないとでも思ってるのかね。皆さん、準備はどうですか。バッチリバッチリ。バッチリじゃないわよ、カナも早く準備しなさいよ。そういえば、この神社で祀られてる神様ってさ、よくよく考えたらカナだよね。そうでしたー。わお、確かにそうだ。もともと私は王勇、この神社の一番偉い神様だ。だよねだよね。それじゃあカナは帽子とか準備しなくていいわけだ。むしろこの神社の守り神なんだから、どしってしておかないと。よーし、どしってするぞ。そうだ、ここの一番偉い神様ってカナなのよね。ってことは何、今日一日は私はカナに向かって頭下げて祈らないといけないわけ。今までそうしてきたはずなんだけど、なんか屈辱。いや、別に、今日一日くらいなら別にカナを立ててもいいです。いや、ごめん、やっぱり嘘、考えたくもないです。これもレイカさんのため、今だけとりあえず我慢。よーし、みんな、今日一日、張り切っていくよ。おー。そういえば基本誰も来ないから、掃除とかない限り、バタバタしないのよね。意外と庭掃除も面白いですね。今度配下神にやらせてみようかな。どうせ誰も来ないし、寝てよ。ちょっと、私神様だよね、敬ってよ。それ言ったら私も神様よ。俺も神だ。少なくともカナよりかは地位は高い神ですよ。知ってるよ。それでも今日くらいは、お願い。主、さっきからずっとサボろうとしない。勘のいい専属神は嫌いだよ。勘じゃないもん、確定だもん。まあまあ、私が今日一日敬ってあげるから怒らない。あ、カナ超偉い。カナすごい。カナマジマーンジ。カナしかかたーん。カナピエーン超えてたーん。パッパラパー、ポッ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 。何せんのかわれ。初めてですよ。この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。はいはい、キエーキエー。ご主人、そんなところで寝ると風邪ひきますよ。ラルもいるし大丈夫大丈夫。神様、お願いあるんだけど叶えてもらっていいかな。お、ぽいねぽいね。なになに、今晩これ作りたいから買ってきてよ。おっかいじゃん。すごいわね、すぐに体が楽になったわ。ラル様は本当にすごい神様だからね。なかなか来てもらえるような神様じゃないんだよ。パトも本当すごい神様を専属神にしたわよね。結果ちゃんも私に劣らないセンスはありますよ。でなければメリア様が専属神なんかにさせないから。そうだよね。私も頑張れば問題ないよね。自信持って、困ったらいつでも助けるから。はあ、やっぱりラル様ってお姉ちゃんって感じだから好き。結果、本当優しい人たちと一緒にいれてよかったわね。本当よかったわ。知り合いもいるし、肩身の狭い思いは全然してないわ。それにしてもラル様、そのファッションすごく可愛いですね。そう、メリア様にコーデしてもらったんだけど、すっごく可愛い。今度私と一緒に買い物行きましょうよ。
若いって言わねえ。お母さん見た目は20代から変わってないんだから大丈夫大丈夫。正直肌の潤いも私とあんまり変わらないし。でも最近ずっと一人だったから賑やかになって嬉しいわ。ごめんねー。寂しかったらいつでも帝国に来てもいいからね。母親大歓迎。お父さんが亡くなって引き家が誰かに継がれたらそうするわ。継がれる目処あるの？さあ、本当、月下ちゃんや石下ちゃんの母親ですね。雰囲気がどっちにも似てる。そう？つまりいい女性になってるってことね。いや、ポジティブすぎでしょ。お母さん、月下ちゃんも同じよ。外は真面目に仕事してるかな。石下のメディアさんもいるんだから大丈夫だよね。カナーナムアリナムアリー。ナムアリは私の宗教じゃない。カナーパトのお菓子食べたー。カナー掃除サボったー。カナー昨日猫に襲ったー。嘘言わないで、猫には3日前だよ。ふふ、寝顔かわいい。カナーなんちゃらなんちゃらソワカー。カナー早く食材買ってこいソワカー。もう私のことを敬う気さらさらないじゃん。あゆかそこ、メリアちゃん、パトを甘えさせない。ちょっとちょっと、人の神社の前で何ひとまくらしてんの。神様の前で不純な。こんな時だけ神様よなって言いたいけど。そうだそうだ、最近ご無沙汰でしたからね。私もご無沙汰だもん。私も、うそつけ。インランドラゴン、インランドラゴン。まあまあ、私はご主人の面倒を見てるから二人は仕事してて。え、ずるい、私も行く。どうせこんな神社に参拝客来ないよ。こんなって、私の神社なんだけど、なんなら石下の家なんだけど。それじゃあ私は部屋に戻るね。あの野郎、パトに関する行動だけ無駄に早い。メリアをあの野郎って言えるのは専属神の中でも石下くらいだわ。どうしよう、私たちも戻る。ねえ、まだ1時間も経ってないよ。二人とも、ちゃんと仕事してる。え、あ、うん、もう今日はいいかなって。ここの神様権限で今日の仕事は休み。そんなわけないでしょ。ほら、そのまま仕事再開するよ。あと6時間。やだー。私ここの神様なのに。あら、パト様は寝ちゃったんですか？ご主人、最近ずっと勉強とかで疲れてますからね。メリア様だってずっと帝国繁栄の仕事でほとんど寝てないじゃないですか。私はいいの。今ご主人がこうして成長してくれれば何十年、何百年先までこのような生活でも。私たちは運命共同体。死ぬ時も生きる時も一緒。それを数万、数十万以上の年月一緒に過ごすのだから。今、この時くらいは、今みたいな感じでいいんじゃないかなってね。私もそれに含まれてるから、頑張らないとね。ザルも私たちの大事な運命共同体だからね。一緒に頑張ろう。何十万年、何百万年、もっとその先もこうしてみんなで楽しく過ごせたらどれほど幸せか。でもパト様はそんな中に私を入れてくれたんだよね。ちゃんと幸せになるよ。ふふ。はい、ここで奉納。ほら、背筋をしっかりと。かな、神社の汚れは信仰の汚れ。自分がここの神様って自覚あるならきれいにしなさい。私、ここの一番偉い神様なのに。私、なんでこんなことしてるんだろう。無駄口は叩かない。あと1時間。うわーん、月下お姉ちゃんスパルタなの忘れてたよー。パパを助けてー。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。